はい、皆さんこんにちは、アキヤです。今日はですね、防湿庫を購入したので開封と保管方法についてやっていきたいと思います。はい、ということで防湿庫がね、あるんですよ。届いてて、これですね。ちょっと大きいんですけど、今回僕が購入したのは北斗防湿庫 HS41L というものになります。結構ね、大容量なものだと思います。まあね、防湿庫って結構ね、思ってる以上に大きめのものを買う方がいいっていうことを聞いてたので、ちょっとね、大きめの方にしました。ちょっとこれ開封していきましょう。まあ初めてなんです。部屋にね、あんまり物置きたくなくて、はい、いや、そうでもない。あ、いいやん、いいやん。あ、いいやん。で、コンセントと、あとね、これだけですね。これはね、湿度を保つっていう機械なので、電力が必要です。開けます。オープン。おー、あ、え？めっちゃよくない？うわ、この新品の匂いめっちゃ好きなんですよね。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。全部ね、クッションついとるわ、こういう感じで。だからカメラを入れるときにガチャガチャ言わんし、まあ、これやったらね、安心して置いておきますね。まあ、ほんで、このわかるかな、レンズごとに多分ね、並べれるんやと思う。ちょっと待ってや。レンズ。はい、このままレンズをちょっと入れてみよう。まあ、結構ね、大きいレンズなんですよ。うん。フルサイズなんで。はい、入れていきましょう。めっちゃいいやん、ちょうど入ってるわ。うん、あ、でもこれ、あ、高さも変えれそうやね。まあ、このままだとね、ちょっと当たってしまうんで、高さも変えて収納する感じになってますね。ほんで、コンセントちょっとつけてみようか。はい、後ろにね、コンセントを挿すところがあります。はい、ついたんじゃない？あ、ついてるね。ちゃんと湿度が表示されてます。で、ここにね、今 55% が空いてるんですけど、これがね、湿度表示ですね。で、あ、温度表示もあるみたい。今 19.1 度ってなってるのが温度表示ですね。だから湿度と温度の両方が確認できるということですね。今この赤く光ってるのが電源ランプ。ほんで、右に、緑に光ってるのが、除湿器、可動ランプですね。だから、動いてるかどうか。で、ダイヤルがあって、これが湿度の調整ダイヤルとなっております。低湿、高湿と選べると。右に回せば湿度が低くなっていく。左に回せば、湿度が高くなっていく。なので、まあ、右に回しておきましょう。はい。こんなもんか。あ、ほんでな、これね、鍵ついてるわ。見てください、こんな感じのね、ちっちゃい鍵が2つ、付属しています。で、これを回してあげると、これでロックがかかります。なんで結構防犯のセキュリティとしてはめっちゃいいんじゃないでしょうかね、これ。ほら、うん。で、まあ自分の、カメラ機材をここに収納しておくという感じですね。で、湿度から守って、まあ、カビとかサビとかね、そういうホコリとかもね、まあ、防げるんで、これは結構買いだと思いますね。うん、はい、そんな感じでちょっと締めましょう。僕ね、Amazon で購入したんですけど、僕が購入した時の価格は、14,400円となっております。で、なんとこれね、5年保証がついているとのことです。5年ってすごいね。で、まあね、このサイズでね、この値段は結構安いんじゃないかなと思います。で、購入してすぐのレビューみたいな感じになってるんで、まあこっからね、どんな感じかっていうのはここからにはなってくるんですけど、まあ、この見た感じとか、まあ、作りとかはね、しっかりね、もう十分大丈夫そうな感じはしますね。はい、結構入るでって。多分ボディレンズ、レンズドローンとかバッテリーとか結構いいんじゃない。大事なね、カメラに、まあ、サビとかホコリとかね、入ってしまうとね、本当に、まあ、
それこそねもうもったいないので、これをこういったね防湿庫、まあ大体4万円ぐらいあればね絶対それなりのものが買えると思うんで、で新しくね機材を買い直さないといけないみたいな、そういった状況を映像とかね写真を楽しんでいくのがいいんじゃないかなと僕は思っております。はい。で今ね3月でもう言うてる間に皆さんカメラの天敵梅雨が来るんですよ。でそのね湿気にねやられてしまう季節が来るので、梅雨がね来る前に僕はちょっと防湿庫をねきちんと揃えておきたかったので、まあねこんだけいろんな動画出しながらね防湿庫持ってなかったんで、はい、しっかりとね保管してカメラのねクリーニングとか手入れもちゃんとねやっていこうと思います。ぜひね概要欄の方にリンクを貼っておくので、皆さんもねよかったらそこからね見てみてください。はい、そんな感じでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。アキアでした。またね。